マジで。よっしゃ、チャンスだな。向こうの岸にくぼんだ箇所があるじゃないですか。そこを集中的に狙ってるんですけど、アメマスはなかなか顔を出しませんね。ちょっと深みになってていいポイントなんですけどね。浅い木のアングラーに相当叩かれましたかね。擦れてるかもしれませんね。改めて見ると結構粘ってますよね。ここで再びルアーチェンジ。次何を出すのかな。赤白のラパラカウントダウンですね。5g。こう渋いと本当ルアーのチョイスに困りますよね。何を使ったらいいのか。もう少し奥に入れたかったっすね。もっと奥に、くぼみの奥にできれば。あー今入りましたね。こんな感じで連続で入ればいつか出てくるような感じです。バンク下がちょっと深くなっててそこを狙ってますね。今色変わってるじゃないですか。ちょっと深くなってるんですよね。ここ魚が神経質な時のウェーディングってどうなんですかね。やっぱやめた方がいいのかな。ここのポイントも良さげでした。倒木があって、倒木の下がえぐれて深くなってるような感じで、そして水の流れの音もあるんで人の気配も消してくれるようなポイントなんですけど、ここも出ませんでしたね。チェイスもなかったです。こういうアスレチッキーな箇所はルアーのロストも考えるとあんまり打ちたくないんですけど、でもこう釣れないと打っちゃいますよね。攻めちゃいます。うっすらと沈んだ木がたくさん見える。こういうところ危ないんですよね。やめましたね。移動を開始しました。あーまたルアーチェンジかな。あ次はスプーンにするみたいですね。フィールドハンターデベロップシェルですね。チャートグリーンチャート 7g、 これ結構実績があります。僕の中ではですが、もう少し奥に入れたいですよね。そこら辺がまだ技量が足りないというか。あー向こうの倒れた木、そこの下にもいそうですよね。
今一瞬ドラグが鳴りましたね。あ、多分、うん、初バイト、この日初バイトです。これあったなんかクソ。入計から約1時間経ってます。後ろで相方が熊のうんこがあったと喋っています。熊やばいっすよね、日本全国、うん、今食ったわここで、うん、ほんと怖いっすよね熊は。いやー出てこねえな、いそうだけどな。来た、ようやく来ましたね。うん、そしてようやくキャッチできました。本日1匹目ですね、これ小さいですけど、でも嬉しかったですね。初フィッシュ。連続できます、見ててください。もう1匹来ます。お、来た来た。はい、来ました。さっきよりちょっと大きいかな。え、雨今日一度連れ出すと続くんですけどね、この後も続くかなと思ったんですけど、今日一、この後もなかなかの渋さでしたね。でかいの出てこねえな。叩かれてんのかな、やっぱり。あ、お、なまらでっけないだ。このぐらいの。やっぱり。そこに隠れてった。投げてみた方がいいわ。で、じゃあ、あくるくぼみ。うん。あ、いいんじゃない。こっちに寄ってくるべ。なまらでかかったぞ。あ、ほら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 。見えたでしょ。あ、ほら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 、見えでしょ。うわ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 、引っ張れないように。魚はいるんですよね、さっきのような魚はちゃんと。ただかなりもう神経質になってて、もうこのポイントにアプローチする前にこちらの気配がバレて逃げちゃいますよね。来た。連続で釣れてるように見えますが、動画はカットしてるんで、先ほど釣れた魚から結構時間が経ってます。よっしゃ、この後このポイントで連続でバラします。バラすというか合わせれなかったというか、食いが浅いのか、まあ、要するに私の技術が足りないのか。相方も見てたんですけど、なかなかのサイズでしたね、バラしたのは。鬼フッキングか、やっぱり。お、カメラには映ってませんが、これもなかなかでした。いや、うん、できました。キャッチしたかったっすね、撮りたかったっす。もう一回来るんですよね、ここで。最後のは35センチぐらいだったかな。あ、もう来ないかも。あ、来た。おわあ、甘くった。早合わせ、多分早合わせです、うん、そうだな。ああ、もうすれだな。いやー、3回バラすとね、うん、高い噂のやつ俺見てないのさ。なんか上がってた。何本ぐらいのやつ。3本ぐらいじゃないかな。だけどお試しは聞いてるんですよ。高岩さんって高岩って名前でやってんの。そう、高岩いう漢字。探してみよう。YouTube はあの今名前変わってユートラウトフィッシングかな、前はユーちゃんトラウト日誌だったかな、前は。だから2種類あるわ。こちらアカンキルまだ
フェイスブック、そのフェイスブックは俺友達になってったら、うん、たまにアドバイスをもらってんだけど、もうやめやめ、田村さんばりの延べ座を持ってこないとダメね。いやだってここにこの下の中近づいてるさ、もう、お、出てきた、あれあれ、おってきてる、これ何、ミノ、いや、スプーン、顔は出しますが、舐めて帰るというか、ちょっかい出して帰るというか、おらおらおら、そんな感じですね、やっぱりプレッシャーがあったら、いやー、朝食い、朝食いだわ、ストップアンドゴー、あー、ほらほら、まだ興味示してる、実はこういう難しいコンディションの時も釣りは面白いって感じるんですけどね、まあ、釣れた方が当然楽しいんですけど、ほら、いろいろ考えながらやる釣りも楽しいですよね。これはね、くそ。釣り場のその夏まで、ポイントに入る前に逃げていくんだよ、魚がね。ピュピュピュって。ストラクチャーもたくさんあって、すごいいいポイントなんですけどね。久々。ああ、ヒットしましたね。あれこれキャッチするのかな、あ、キャッチしますね、多分これで最後です、この日は4匹、32、3時間弱釣りをして計4匹、まあこれは激渋の部類でしょう、残念です、でも楽しかったですよ、もう下がるか、上がるか、考える釣りも非常に楽しいです、上がってきたんだから上がるんだね、本当に冗談を抜きにして、もうギブだべこれ、下がってもここで竿を収めて帰りは釣りをすることなくまっすぐ戻りましたね、はい、的で釣り始めて2時間半、はい、今回の動画はここまでにします、1時、12時ぐらいに入ってきたからね、うん、ごきげんよう、2時間40分さようなら。Man, like any in the summer.